みんな過去問買った？改めましてどうも、あいちです。んよいしょということで、今回はですね、この、過去問ありますね。我が家は47都道府県分あるんですけれども、今回この過去問の使い方について話をしていこうと思います。これは私の住んでる群馬県の過去問なんですが、まあ公立の過去問でもいいし、私立をね、志望してる方は私立の過去問でも構わないので、もしまだ購入してない方がいたら必ず一冊は持っておきましょう。多くの方がこの過去問やると思うんですが、皆さんこの過去問って何のためにやりますか？実際のテストで何点取れるか調べるためじゃないな。正解です。そう、その通りなんです。私が塾講師やってた時もね、生徒によく聞いてて、その答えが返ってくるんですよ。で、正解、さすがってよく言ってたんだけど、でも私からするとそれ半分なんですよ。まあ三角ですね。そう、正解なんだけど、もう一個のこの過去問の意味を把握しておかないとすごくもったいないことになります。そのもう一個の意味は何かっていうと、これただの問題集です。ちゃんと言うと超実践型問題集だと思ってます。今回は過去問の使い方の動画なんですが、どちらかというとやるときにやっちゃいけない2つのことをメインで伝えていきます。で、その一つがやった後に丸付けをして、正解か不正解だったか、つまり何点取れたかで終わらせることです。特に高校受験、まあ、人生初受験の方多いですよね、の方はすごくそうなりがち。もう塾講師の時も本当にそうなるもん。つまり丸付けして、うわ100点中30点だった、マジへこむわ、終わりって、終わるんかいって、いやいや、まあ、思うよ、思う気持ちはわかるんだけど、そこで終わっちゃったらさ、その事実が把握しただけで何にも成長になってない。だってこれさっきも言ったみたいに問題集なんですよ。超実践型の、だって実践じゃん、出てる問題だから。それで苦手な単元だったりとか、うっかりミスの自分の癖とか見つけられたら、それできるようにしたら確実なレベルアップでしょ。だって実際に受験出た問題を解けるようにできるんだから、すげープラスなんだよ。だからその丸付けをして、できたかできなかったか、何点取れたか、うわ全然足りてないんだけどへこむわとか、うわ結構届いてる、やったーって、それも大事、自信をつけたりとか、危機感を自分の中でね、こう煽っていくとかはすごく大事なんだけど、そこだけで終わらせるのは絶対にやめましょう。ちなみにみんなは自分が受ける公立高校とか、その私立高校の1科目のさ、試験時間って把握してる？例えばさ、これ群馬県のね、見てるんだけど、群馬県だと数学、これ書いてあるのよ。見えないね。時間40分、満点50点って書いてあるの。これ必ず把握しておいてね。その流れで2つ目のやっちゃいけないことを伝えようと思うんですが、それが時間を計らずにやることです。高校入試にしても、大学入試にしても、入試は時間との戦いです。本当に足らなくなるんだ。ただね、うちのね、塾の生徒でよく言ってた子がいる。全然余裕で足りるんだけど、だって分かんない問題ばっかだもんっていうね。はい、そうですねってよく言ってたんだけど、でもね、自分の実力をつけて戦える問題が増えていけば増えていくほど時間が足らなくなるんだ。だからもし現時点で、全然足りるんですけどって思ってる子も、これから勉強して力をつけてったら足らなくなってくる。だからこそ今から時間配分とか、その入試の時間を意識しながら解くっていうことを大事にしてください。ちなみにさっき群馬県40分って話をしたじゃないですか。これ過去問やるときには40分ではなくて、5分から10分減らした時間を測ってやってください。入試本番はものすごい緊張します。で、緊張状態になると人はですね、いつもの力を発揮することがなかなかできなくなります。で、時間も余計にかかる、焦っちゃうから、いつもやってる時間配分がうまくできなくなったりする。だから普段からまださ、そんなプレッシャーがかかってない過去問でしょ、この状態の時に時間のプレッシャーを多くかけとくの。だから時間を少なくしておく。そうやってその少ない時間でどうやっていこうかな、大問が5個あるんだったら大問1をどのぐらいクリアして、大問2はどのぐらいクリアして、大問1がここまでって決めてるから粘りすぎちゃダメだな、次行かなきゃとか、どのぐらいのテンポで分かんない問題を飛ばすのかとか、そこもちゃんときっちり普段から練習しておくの。そのぐらい時間配分って難しいのよ。普段練習しておかないで本番できるからって、できんて。相当メンタルタフだったらできるかもしれないけど、そのね、自分には期待しない方がいいよ。だから普段から練習しておく。で、その時間意識が大事っていうことは、絶対やっちゃいけないことがもう一個あって、その試験さ、過去問今からやるぞって、まあ、30分でやるぞ40分でやるぞって決めるじゃん。その途中でスマホをいじるとか、
例えばさ、20分経った時に LINE 来たから返してって、で20分止めて LINE 返してから20分再開とか、20分20分分けてるみたいな、絶対ダメだよ。過去問やるときは本当に本番だと思っても自分でプレッシャーかけてやってみ、そのぐらい意識を持っていけるかっていうのが大事だから、家でやるときとかも、例えばさ、途中でお母さんから夕食呼ばれるって可能性があるんだったら、ちゃんと相談しておいた方がいい。今から40分過去問やるから、ごめんちょっと今から大丈夫お母さんみたいな相談しておくと、こう間にね切らなくて済むようになるので、そこも意識しながらぜひ使ってみてください。最後に塾講師やってた時に生徒からよく聞かれてた質問をちょっと答えて本編終わろうと思います。まずリスニングどうしたらいいですかってよく聞かれたんですけど、例えばこのシリーズ、この東京学産さんのを使ってる方は、これね、英語のリスニング問題スマホで聞けるんですよ。ちょっとこれ開けないんだけど、ここにねパスワード書いてあるので、そこにね QR コード読み込んでアクセスすると聞けるのよ。だからそれスマホで聞きながら解くことができますので、もしスマホ持ってない方はね、ご家族の借りても全然できますので、それでぜひやるようにしてください。やんないとかダメだよ、ぜひやってね。で次に最後にね、まあ、見えないけど回答用紙がついてるんですけど、それ使った方がいいんですかって言われるんですが、これはまあ11月の段階だったらどっちでもまだ構わないです。ただ直前になった時にはこれね、もう見えなくてごめんなんだけど、これ群馬県のやつ 167% に拡大していただくと回答欄は実物大になりますって書いてあります。これコピー機に置いて 167% のコピーすると実物の紙の大きさに戻るんですよ。で実際の、あ、このぐらいの大きさの回答欄なんだっていうのは絶対体験した方がいいので、まだ急がなくてもいいんだけど、例えば家のコピー機とかコンビニの、ね、コピー機とか、塾行ってる方は塾でコピーさせてもらえると思うので、そういったコピー機で実物大の大きさでやるっていう経験はどっかで必ずやってみてください。最後に、間違った問題は全部確認した方がいいのっていう質問です。これはみんなが目指している高校のレベルによって分けてください。受験問題は当然難しい問題も入っているので、トップ校を目指していないのに難易度がトップレベルに難しいのを確認する必要は正直ないと思っています。なので過去問やるときは解きながら3つ問題を分けていきます。というのも、余裕で解けたものには印はつけません。で、解けたと思うんだけどちょっと怪しいなって思うものに問題番号に三角をつけておいてください。で、明らかに無理、ちょっともう全然引っ掛けにもできない、もう解ける気が全くしないってものには罰をつけておきます。で、丸付けをした後に最優先で確認しなきゃいけないのは三角です。三角で丸になってる、正解だった場合は正解だから確認しないんですけど、怪しかったんですよ。怪しかったってことは次に解いた時も怪しい気持ちのまま入ります。また怪しくなっちゃう。それが本番になったらどうする、間違えるかもしんないよってなってしまうので、三角だった問題は必ず正解でも不正解でも確認するようにしてください。で、次に確認しなきゃいけないのは無印、印をつけてなかった、つまり余裕で解けたと思ってたのに間違ったものです。これは何かが、勘違いが起こっているので、そこも確認しておきましょう。で、最後に×、無理だなって思った問題は一応確認してみてください。でも例えば解説でさ、数学でめちゃめちゃ長いのあんのよ、あ、無理って思うものは粘らなくていいです。それに関しては本当難しい問題のことが多いので。でもちょっとさ、解説が短くて読んでみたら、うわ、この公式でいいんかいとかっていう風にできそうなものは確認しておきましょう。なので、ちゃんと解くときに印をつけていって、で、確認するときも順番を決めて効率よく確認していくようにしてください。はい、ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。過去問って聞くとね、やっぱちょっと本番に近づいてくる気がして、どんどん気が重たくなってくる子もいるかと思います。でも、なんでこの11月に取ったかっていうと、な、過去問で買うのって12月でいいよっていう方もいらっしゃるんですよ、高校受験だったりするとね。ただ自分はですね、やっぱり早めに現実を知るっていうことは大事だと思っています。例えば過去問がこういうものなんだとかで、実際解いてみるとさ、ガチで解いても、まあ、まだ習ってないのもあると思うけど、取れません。取れない方は思った以上に取れないし、まあ、平均点も書いてあるから全然ダメじゃんとか、まあ、こんなんじゃ受かるわけないよってズーンってなるかもしんない。でも、そのズーンってなっちゃうダメージが12月1月に味わったらもっときつくない？時間ないよ、うん、だからこの11月にまず現実を見よう。まだ時間があるから、多分ね、1日2日3日とかはもうやだ無理やんないみたいな風に思うかもしんないけど、きっとこの動画をここまで見てくれてるみんなだったら、そう思っても絶対にこうスイッチ変えて、立ち向かうしかねえなって、やってみるよ私って、やってやんよ俺ってなるよ。大丈夫、自信持って、俺が保証するから、そうって思って、ちょっとこの週に今回ね撮らせてもらいました。自分もそうだけど、勉強だけじゃなくてね、現実を見る、自分の実力不足を知るっていうのは
きついです。きついけどだからこそ成長ができると思っています。まあ、みんながねごめんね、実力不足っていうか確定してるわけじゃないんだよ。全然取れる方もいると思うんだけど、でも自分の弱点だったり自分の穴っていうのが見つかれば見つかるほど、今早くそこをさ舗装すればね、穴を埋めてったらさ、実際のテストの時、入試の時に落とし穴にはまる確率下がるんだから、ぜひそういう風にしてこうちょっとずつね、いきなり向き合いすぎなくていいんだけど、ちょっとずつ向き合っていって現実を見て、でだからこそ今できることって何なのかなって考えるようにしていってください。ここからね、だいぶこうだんだんこう受験生っていうところから上がっていくとこですけど、あの応援できるような動画ね、これからも撮っていきますので、ぜひねまた来週も見てもらえたらと思います。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。ではまた今週1週間も頑張っていきましょう。それじゃあまた、バイバイ。